うん、久しぶりですね。少しね。久しぶりですね。実に3ヶ月ぶりぐらいかな。撮るのはそうかな。うん。いつ上がるのかもわからないですからね。わからない。まあ、ちょっと時間があるので、そうそうね、またパトロールでもやります。この画面からこの画面から始まることないよね。なかなか。いや昔はここからでしたよ。あ、そうだっけ、うん、なんか戻りきってから始めてるイメージしかなかったわ。時短したい時はそれでやってましたけど。じゃあ戻るところ。前回はあれ、あ、飲まれた。あ、マリオストライカーズまで行こうとしてたんだよね。前回はマリオストライカーズのスイッチのやつだったんですけど、世界の果てに追いつかれるの結構久しぶりですね。そうだね、うん、なんかマリモ VS 外来種で止まっちゃったよ。せっかくだから見るか、これ気になるね。そうか、3ヶ月でもう飲まれるんだね。ね。マリモ VS 外来種。かわいいマリモが迫り来る外来種軍団と戦う。戦ってるよ、ほんとに。あ、こういう。いや、ほんとにシューティングゲームじゃん。シューティングゲームか。スターフォックスだね、もはや。スターフォックスってこういうんでしたっけ。ちょっと違う。マリモがチャージショットを打っちゃいかんよ。へぇ。タコもいるんだ。まあオーソドックスな横スクロールシューティング、ね、設定がおかしいだけでね。これウツボ？ウツボとかって外来種なの？わかんない。外来種ってなんかね、沼とかね、池とかの生物に使いそうです、ね。まあザリガニですよね。そうだよね、アメリカザリガニとかね。そうそう。2222年、結構未来っすね。200年後か。水生生物たちに未知の突然変異が起こり、あ、謎の粒子状物質を取り込んじゃったんだね。マリモも取り込むんだね。ああ、アカンコ。まあアカンコだよね。200年だったらまださすがに人間いると思いたいけどな。面積律儀だな。ね、登場する生物は実際の動植物などをモデルとしていますが、実際の生態とは異なる表現がだ、わかるよっていう。まあ、まあ、でももしかしたら、うん、こう、うちのマリもビーム打たないって言い出す子とかいるかもしれないからね。そうね、うん、生き物の、まあ、チークとしてこのゲームを買い与える親がいたときに、そうなった場合に、うん、そうなのよ。本当にね、ビームは出さないからね。マリもチャージショット打てないじゃん。言っとかないと、ね、面積事項としてね、開、ね、うん、けとかないとね。うちの責任じゃないですよ。何言われるか分かんないからね。なるほど、暴力、はい、配信7月14だから惜しかったね。あと3週間遡れればマリオストライカーズいたんだけど、惜しかったね。惜しかった。ライブアライブ、レジェンドイズアライブ。ライブアライブと言ったらガミーさんですよね。いやー、好きなんですよ、うん、これ大好きだよね。うん、すぐ買ったもの。これリメイク版のやつ。リメイク版も買って。ああ、絵が綺麗だね。うん。まあでも HD リマスター版みたいな感じで、内容はねほぼ一緒でしたね、ゲームとしては。まあそうだろうな。うん、でまあバランス調整とかはされてたし、うん、追加要素もあったけど。元がね名作ですからね。うん、SF 編以外は大好きですよこれ。ああ、 SF 編は何、怖いから嫌なの。嫌だ。そうなんだ。ベヒーモスに追っかけられるからさ。まあね、うん、怖いよね。これいろんなね、そうす、中世編とか SF 編とか。オムニバス形式で、うん、この表紙にいる8人の主人公がいて、うん、ミニ RPG 集みたいな感じと思わせて、ちょっといろいろね、ゲーム性が、うん、これは素晴らしいゲームですよね。すごい。その最後にさらに追加要素もあるから、うん、ぜひやってほしいな。追加要素、うん、ああ、このリメイク版特有のやつ。リメイク版、うん、へえ。でもね、近未来編とクンフー編が好きで、大体ね、その2つばっかりやってるんですよ。
まあね、近未来編が一番王道な感じするよな。そうね、王道ストーリーだと思う。クンフー編もなんか割とよく見るクンフー映画ですよ。サモですか、やっぱり。いや、9割レイクーゴ、ね、あー、レイをね選ばないと、うん、女性のキャラクターが最終メンバーに入らないっていう、ね、最終年にいないんです。主人公がね、男6人とロボット1体だから。そうだね、ここでは老子が乗ってるのか。でクンフー編のみあの主人公が変わるんですよね。あの老子の弟子の一人が最終編では主人公として参加するから。二人ともある程度知っているゲームだから、すごいなんか恐る恐るネタバレをね、会話になる。でも、もう20年以上前のゲームだからネタバレもないと思うんだけどさ、うん、まあ、7500円で買う価値があったと、うん、あると思いますよ、うん。ぜひね、もういっぱい売ってさらに展開してほしいなっていう。さらに展開、何かない、ないですかね。ライブアライブ2とか。ああどうですかね、いっぱい売れたらね、わかんないです、ね、キャラデザがね、みんな違いますからね、それぞれ。あの漫画家さんとかがね、当時の売れっ子ばっかりですよ。パッと出ないけど。そっか。あの左下のさ、あの幕末編の忍者はあれ青山剛昌さんですよ。あ、そうなんだっけ。パス・オブ・タイタンズ・デラックス・ファウンダーズ・パック。じゃ本体もあるのか、すごいね。恐竜時代かな、これ何ゲーだろうね、わかんない。ああ、販売してない。何、あのこれは買えるのか、恐竜アドベンチャー。なんでだ。ね、あ、セットじゃないと買えないってこと。そういうこと。うん、説明はここで見れるの、うん。マルチプレイヤー恐竜サバイバルゲーム。へえ。へえ、面白そうだね。ね、何を隠そう、僕も恐竜割と好きなんですよ。ああ、まあドラえもんがね好きだと、やっぱまずそこを取っかかりにして。そうだね、入るよね。映画の入りがのび太の恐竜だからね、どうしても。まあ最初の作品がね、竜の騎士とかもあるし、ね、ああそうだね、断るごとにね、恐竜と絡むから、恐竜はやっぱフューチャーしてくるから。なあ、まあ恐竜普通に好きですけど、男子としてね、うん、俺ね、あのニコニコ大百科に恐竜博士として知られてるみたいなのが結構上の方に書いてある、書いてある。そこまででも。そんな大百科の上に書かれるほどではないんだよねってずっと思ってるんだけど。わかる、なんかちっちゃい時に恐竜図鑑は好きで見てたぐらいな。なんか多分昔何かのゲームやってる時に恐竜要素、メダロットかね、何かで出てきて、俺昔恐竜博士って呼ばれてたんだよねみたいなことをふかしたんだよね、多分ね。そこだけピックアップされて、それが定着しちゃったんだ、うん。だから俺に興味がある人はまずあそこ見ると思うんですけど、うん、あ、恐竜そんなに好きなんだって思われてるかもしれないけど、普通なのよ。そんなに普通の男の子レベル、大手を振って言うほどでもないんだよなっていうのはね、すごい思ってるんですけどね。もう最近のあれだよね、呼び方結構変わってますよね。変わってるね。ブロントサウルスも言わないいないらしいから、うん、ブラキオって言わないといけないんだっけ。結構あるよね、なんかブロントサウルスは2頭の恐竜の骨がくっついてしまったみたいなのとかね、うん、聞きますよ。トリケラトプスいないんじゃないかとかさ、あ、なんだっけ、スティラコサウルスの小さい頃のどうだっけ化石なんじゃないかみたいな、なんかいろいろあったよね。そういうこと言ってるとまた恐竜博士扱いされますよ。いや、恐竜博士はちゃんと朗々と語るから。あ、じゃあその説はねっつって。そんななんか、なんとかだっけっていう、ふわふわした。切り方はしないですからね。サバイバルゲームだから恐竜から逃げるっていうこと？恐竜になれんのかな？アークみたいな感じなのかな？アークもよく知らないんだよな。あー、アークは、うん、なんかリアルなマイクラ世界に恐竜もいて、恐竜をテイムして乗ったり戦わせたりもできるみたいな感じ。なるほど。桃太郎印のきびだんごを食べさせられるってこと？
そう、そういう感じか。そう、夢だね。テイムするのは本当に餌をやるってテイムするんですよ。これはステゴサウルスかな。いたかな。いないの。まあ年代によって変わるのか。白亜紀舞台だったらやっぱ、ね、あ、いや、アークはなんかあのそういう惑星を作ったみたいな設定だから。あ、そうなんだ。あの何でもいないんだ、うん、これは便利な設定ですね。うん、これなんか今までにない方向性な気がする。これは怖い。今ゆえのリスナー、狙われた姫配信者。ルナ、ルナティック、ティックビューワーかな。あ、狂、うん、狂気の、はい、視聴者、視聴者。いじめによって引きこもりになった主人公が出会ったのは、ああ主人公は、あ、主人公が狂気リスナーなんだ。気晴らしのためだったはずなのに、だんだんと姫を自分のものにしたくなっていきそっちか。女性配信者に見入られた引きこもりの主人公がだんだんと配信者のプライベートに興味を持ち傾倒していく様を描いたビジュアルノベルゲームなんだ。怖いね。怖いね。猟奇リスナー側の目線でゲームが進むんだ。そっちだったんだ。狙われる方かと思ってた。姫配信者になりたいよな。姫配信者になりたさは誰しも持ってるからねガミさんもまあ姫配信者といえば姫配信者、まあまあまあ近いものはありますよ、うん、近いよね。私の放送で元気になってくださいね、ケイ君。名指しでね、名前呼ばれちゃったんだ。スパチャでも送ったのかな。ああ、姫って呼ぶんですね。一言じゃないからね我々ね俺は配信はしてないからあれだけど、姫配信はしてないからあれだけど住所特定とか気をつけてくださいよ、神さんも。いやー、気をつけないとね。あー、生放送この姫と出会う、これでもちょっと突撃するんだ。俺なんか突撃するくせに複数の姫に突撃してないこそうだね、姫が複数おると一方向に行ってほしいよね、うん、複数方向に行っちゃう。ああ、でもあの2人目の林田麻里への、うん、あれは分かるかな。ちょっと林田麻里いじめてた張本人になって主人公を、それが配信してるのを見つけちゃったらちょっと復讐しようかなとはなるかもしれない。あ、それはね、うん、それは分かるな。1人目は本当に姫なんですよね、うん、引きこもってる時に救ってくれた存在ってことでしょ、うん、1人目は。3人目は一人暮らしの女子大生、蝶のマスクで顔を隠して過激な放送してんの。へえ。過激派の配信者。ガミもマスクしてんでしょ、なんか過激な。そうだね、配信者。過激なマスクをしてる放送するときはね。あ、別に過激なマスクと書いてないあ、下僕たちの言う通りだ、お前はつまらない男ね、ケイ。これ上村ひとみが一番俺の配信スタイルに近い、ね、そうなんだ。そう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 。顔出しはしてないんですよ、でも人知れずマスクをしてる顔出しはしてないけどちゃんとマスクをね、過激な姫配信をしてるだけです。してますしてます。主人公ケイ君ね、引きこもっちゃったケイ君。そうか。あ、ネットでは強気なんだね主人公は。ああ。生放送でさまざまな姫とやり取りをして日々楽しんでるんだ。これ真ん中があれだよね、多分ね。真ん中が、うん。あ、じゃあ右のメガネの子が過激な放送をマスクをつけてする。ガミチックのやつか。そう。左がいじめてた子っぽいね。うん、M。あれいなくない？あ、真ん中の子か、うん。配信中は M ちゃんってことだよね。ああ、ワクテかどうかね。なるほどね。なるほどね。ああ、みんなワクテか動画だね。ああ、過激。これはでもちょっと隠せてないよね。そうだね。ああ、こんなもんじゃないでしょ。髪がかぶってますか。もう俺のマスクはそれはそれはとんでもないやつでしょ。そう、もう想像もつかないやつ。そうだね、誰もついてないからね、ガミもついてないから。あんなマスクしてるわもうなるほどね。 H キャッスルって書いてある。 H キャッスルじゃない？ H キャッスルかい。どっちでもいい読み方の問題だなるほどな。これどういう
展開をするのかちょっと気になるね、うん、これだけだとね。最終的にはリア突をするってことなんですかね。うーん、悲劇的な結末を迎えるのか、わからないね。わかんないね。これは面白そうだな。君やってみたらどうだよ。そうね。俺正直気になるよ。ストーリーはどうなるのか。最終的にね。わかる。一本道のシナリオなのか、自分で選べるのかね。それも気になるし ね。なんかそれぞれのルートがあるのか、まあまあまあ、でも少なくとも3つのエンディングはあるんじゃないかとは思うけどね。なるほど。これはじゃあちょっとだってね、そうですよ。少なからずあの配信してる側の気持ちは近い立場にはいるわけじゃない。そうね、友達がやってるからね、姫配信をね。俺の立場としては、ね、君は過去やってた方でしょ。一瞬ね、元姫だからさ。現姫じゃないから。いやいや、ちょっとそこはあれなんだけど、うん、俺が姫なら君はもう王太后ぐらいのポジションなわけでしょ。どういうこと。元、ね、元姫。そうか、まあ、ちょっと登録しておきました。 SD ガンダムバトルアライアンスアルティメットエディションかな。バトルアライアンスまでがゲームタイトルかな、のアルティメットエディションパックみたいなことじゃない。なかなかのあれです、高額ですね。ガンダムのやつは基本高いよね、まあ、ソフトそのものはその8778円のやつかな。いろいろセットになって、そうそう、1万5000円ポッキリと。そうです、あの追加でお金払うとナイトガンダムとか使えない。あ、 SD ガンダムはいいよね。これは何ゲーなんですか。これはアクションゲームですかね。これやったことあるの。僕これ持ってます。あ、配信はしてないけど普通に裏でやってました。姫配信の裏でやってる。姫配信の裏ではガンダムガンダムパイロットとして配信はしてないのか。これな、うん、あ、ここね、あれレンジみたいなやつ。あー、近いかな。古い例えが。いや、わかる。レンジだね。対戦できるやつかい。対戦はできないかな。あの、基本的にはストーリーが一本道で、うん、あの、なんだろうな、この歴史の修正をするんですよ、主人公たちは。だ、それぞれの時間軸で、例えばアムロ・レイが本来だったらランバラルと戦うところで、うん、ランバラルじゃなくてこのなんか別の世界線のガンダムの敵が出てきちゃったりするから、マジで、そう、そいつを倒して歴史を直していくみたいなのが目的かな。ボルトガンダムが来たりするのかい。するするする。マジで、あの G ガンダムの盛り上がりがすごいのよ、やっぱり。まあぶち壊せますもんね。そうなんですよ、他のをね、うん、G ガンダムのシナリオは、うん、やっぱガンダムファイトだから、もうありとあらゆる主人公ガンダムたちと、うん、いくらでも絡めるもんな。イフシナリオな。マジで、うん、これは面白そうだね。そう、それをそいつらを倒してマスターアジアを探せみたいなミッションがあったりね、うん、まあ、ガンダム好きな人だね。好きな人はいいと思います。いいですよね。で、あの、自分が使えるガンダムも幅広いんで、初代ガンダムも使えるし、ああいうフリーダムガンダムとかね、人気ガンダムいっぱい使えますよ。ザクとかドムもいるしね。バウは？バウはいない。そっか、うん、この追加パックで、うん、第1弾はなんとナイトガンダム。あ、ちゃんと松本康則さんが、あ、そっか、うん、ビデオのやつでね。そうそう、ビデオのやつを、あれボックス買っちゃったもん、持っとるわ。マジで。マジで。すごいね。タラーキーって言ってくれるよ、ちゃんと。いやー、ちらほら見てるはずなんだけどな、 SD ガンダムのビデオ、うん、ちょっとガミが今何を言ってるのかは分からない。残念ながら武者ガンダムは出てこないのか。出ます。武者ガンダムも出るの。出ます。なんならガンダムファイトにいます。へえ。ザク三人衆も出るのかい。は出ないかな。ザクトとかでしょ。スイカ割りをやんだよね。あ、覚えてる。ザク三人衆ね。まあいいですよ。SD ガンダム、でも俺ガンダムは SD ガンダムから入ったけどね。うちらっていうか、まあ世代的にね。そうですよ ね。俺もすごいいっぱい見てた。そうそう、リガズイ運送のやつとかね、覚えてない。大物に行ったね。大物、今日はこれ見て最後かな。大物を求めての太鼓の達人。ドンダフルフェスティバルよ。
どうですか、ガミさんは太鼓の達人。太鼓の達人、やっぱ流行りの曲とか入ってるから、好きな曲入ってるとやりたくなりますけどね。うーん、ミスチルとか入ってない。シーソーゲームとか。だいたい常に入ってるのは、うん、あれよね、あのホワイトベリーのさ、あーなんだっけ、夏祭りか。夏祭りは入ってるよね。夏祭りと、あと各クラシックは絶対入ってるイメージ。シーソーゲームも入ってるだろ。入ってないんじゃないかな。入ってないのか。俺がやってた太鼓の達人はそれなんだけど、2とか3とかその辺のあれでしょ。PS2 の。そうですね。でもこれも優秀 なんかフォーマットですよね。無限に音楽がある限り作れるから、まあそうだね、新曲どんどん入れていけば ね76曲も入ってるんだ、すごいね。昔あれですよね、西見の結成した直後ぐらいに一緒にやりましたよね。やったかも。2015年ぐらいかな。いや、なってない。ゲーセンでやった、なんかね。いや、ゲーセンでじゃなくて、あの動画として撮って、なんかね、ミニゲームみたいなのがあって、ドンちゃんと一緒にいろんな音頭を踊るみたいなミニゲームがあって、それやったんだよね。ドラえもん音頭があって、ドラリドラリのだね。なんかね、二人とも思ってるドラえもん温度と違う温度が出てきて、今のじゃない温度なんだ。ガミが激怒して終わった。もうよかった、覚えてなくて。そんな集大何も覚えてないな。すごい、なんか老害ムーブじゃんそれ。俺はこのドラえもん温度しか認めない、こんなん認めないみたいな感じだったかな。ひどいなそれ。だから西見のあドラゴンボール主題歌パックもある。すごっ。多分水田わさびさんになってからのドラえもん温度ってことでしょ、きっと。俺らが聞いたのはね。まあそう、まあ確実にそうですね。それを認めないって怒って終わるのがちょっとひどいよ。いや、ちょっと俺が持ってる部分はあるけど、ね、まあまあね、うん、でもいろんな、そんな面白い怒り方してたら多分動画にはなってる。あ、ドンカツおもちゃ対戦、なんかいろいろなモードがやっぱあるんですよね、まあ、演奏ゲーム1本ではね、この値段ではってなっちゃうのかな。いろんなモードがあるはず。まあちょっとやってみてもいいですけどね、バチあるんで。そうだね。使わないとバチが当たるから。ああ、ああ、締めよう。締めよう。うん、あのちょっとひどかった。早く終わろうや。荷物だし、もう、はい、いいでしょ。今日のバトロールはこんなところですかね。そうですね、うん、じゃあ9月22日太鼓の達人まで、はい、はい、ドンダフルフェスティバルまでということでね、うん、また次回、また次回で、はい、はい、バチが当たるか。バチが当たるか。締めどころを作ってあげたんだよ。